ダリア・フリストフォロブナ・リーベン、またはドロテア・フォン・リーフェンは、ロシアの貴族女性。1812年から1834年まで、在イギリス・ローシア大使を務めたフリストフォル・リーベン公爵の夫人で、政治に大きな影響力を及ぼした。ダリアは、ロシア帝国に仕えるバルトドイツ人貴族の娘として、リーガで生まれた。 父クリストフ・フォン・ベンケンドルフ将軍は、ロシア領バルト地方の軍事責任者を務めていた。母・アンナ・ユリアーネ・シリング・フォン・カンシュタットは、ロシア宮廷に使いマリアフヨドロブナ皇后の助官、かつ、腹心の友として高い地位を保っていた。二人の兄、アレクサンドルとコンスタンチンも、ロシアの将軍となった。ダリアは、サンクト・ペテルブルクの貴族女学校、 スモーリヌイ女学院で教育を受け、マリアフヨドロブナ皇后の次女になった。1800年、ダリアは14歳で勉学を終了した数ヶ月後に、同じバルトドイツ人のフリストフォール・リーベン白爵と結婚した。フリストフォールは、パーベル一世とマリアフードロブナ皇后の間に、生まれた子供たちの家庭教師で、宮廷に、 大きな影響力を持つシャルロッタリーベン伯爵夫人の息子であった。1810年、フリストフォールは中プロイセン公使に任じられた。1812年、皇帝アレクサンドル一世がフリストフォールを中イギリス大使に任命すると、ダリアも夫と一緒にイギリスに渡った。大使夫人ダリアは自分の知性、カリスマ的魅力、社交力を駆使して、 ロンドン社交界の指導的存在となり、政治にも影響力を振るって、夫の大使としての成功に大きく貢献することになった。ロンドンでリーベン伯爵夫人ダリアは、当時の有力政治家たちとの友情を育んだ。また、彼女とオーストリア最相クレメンス・フォン・メッテルニヒ公爵とのジョージも、非常に有名だった。ダリアは、イギリス政界で添付の政治力を発揮した。 ロンドンの紳士宿所は競って、リーベン伯爵夫人の屋敷への招待状をもらおうとした。またリーベン伯爵夫人は、ロンドンで最も出入りの厳しかった社交クラブ、アルマックス発の外国人顧客に選ばれた。そしてダリアはイギリスにワルツを紹介した。大使夫人の地位、交友関係、政治的洞察力が、ダリアの政治権力を築いていた。 アルマックスで、同国人のピョートル・コズロフスキー公爵とワルツを踊る、リーベン公爵夫人、ジョージ・クルックシャンクによる、風刺が1825年、アレクサンドル一世はダリアに、イギリス政府との秘密交渉を任せた。アレクサンドル一世は、外相カール・ロベルト・ネッセルローで伯爵にこう、書き送っている、リーベン伯爵夫人がスカートを履いているのは情けない、ことです。 もし男であれば並外れた外交官になったでしょうに。翌1826年、フリスト・ホルガ公爵に少女されるに伴い、ダリアも公爵夫人となった。アレクサンドル一世に託された交渉任務がダリア個人の外交官としてのデビューだった。ダリアは少なくとも夫と同等に重要な人物だった。夫が1834年まで、 ロシア大使の任にある間、ダリアは近代ギリシア王国誕生に鍵となる役目を担い、ベルギー王国の誕生にも重要な役割を果たした。ダリアは1829年にニコライ一世の皇后、アレクサンドラヨードロブナの助官に任じられていたが、ロンドンに泊まったままだった。1834年、皇帝ニコライ一世はダリアの夫、フリストフォルを中イギリス大使から外し、 セーサレービチ・アレクサンドルの教育係に任命した。リーベン夫妻はロシアに帰国して間もなく、5人の息子の、うちの下の2人を亡くした。下の息子たちを亡くした悲しみからダリアは体調を崩し、実家で静養した後パリに移住した。ダリアがパリで開いたサロンは、社会的、政治的に重要な役割を持った。彼女のサロンは、 ヨーロッパの情報収集拠点にして監視所と呼ばれており、今やダリアは、一発の女性政治家になっていた。1837年、ダリアは、フランスは偽造と親しい友人関係になり、この交友はダリアが亡くなるまで続いた。クリミア戦争中、ダリアは交戦国間の信頼厚い仲介役になった。ダリアは1857年、パリのサンフロランタン通りで亡くなった。 彼女の生前の意志により、亡きは、ベジオトネのリーベン家の領地にある、先だった二人の息子の墓の隣に葬られた。ありがとうございます。